皆さんこんこにちは日本の大学全部行った男山内です慶應学学を目指している人特にまあ文学部一体どんな勉強をするんでしょうね文学部だったら東大にも早稲田にも上智にもありますが慶応の特徴って何だろうなんと慶応は1学科しかありません。そしてその中で17選考に分かれています。 慶応義塾大学の文学部で勉強する上で重要なのはこの17個ある学問の中からどれか1つを選んでそれを集中的に学ぶという学校なんですね新入生1年生は他の学部と一緒に全員日吉キャンパスに通いますところが文学部だけ2年生からもう本部の三田キャンパスに通える もともと慶応義塾は三田から始まりましてここが本部なんですが実は文学部がそういう意味では最も恵まれていると言えますそして17個の学問すべてを覚えましょうなんていうつもりはありませんどうせ最終的にはどれか一つ選ぶんですから今の段階でその17個のうちで自分はどれを勉強したいのかなっていうことはもちろん入学してから決められますが今のうちからなんとなくは考えておくべきだと思うんですねで、この17なんですが 大きく5個のグループに分かれてます哲学系私学系文学系図書館情報学系人間関係学系ですこの学系がいわば5個の学科のようなものなんですねで、それぞれの学系の中に専攻という形でまあ、他の大学でいうところの学科がぶら下がってます でまず哲学系なんですけどこれはいわゆる哲学ばっかりやってるわけじゃなくて哲学と倫理学と美学美術史の3つですねまあ哲学倫理学はいわゆる皆さんイメージしやすい哲学家だと思ってください。で美学美術史というのは美術の絵を描く学科ではなくて美術の歴史を勉強する学科なんですねでなんでこれが哲学かっていうとそう美学美術史美学なんですね。元々哲学学から美学 そして芸術に繋がっていくという流れでなんとここ美術史って言ってますが音楽史の教授も2人いるんですよなので実際に自分が絵を描いたり音楽を弾くわけではありませんが音楽や美術そして美とは何かというものを哲学的に昔の人が考えてきたということをとことん勉強したい場合はこの美学美術史専攻めちゃくちゃ面白いですこういう分野というのはほとんどの大学にないんですねまあ、東大にはありますけどなので それを勉強できるのがまあ大きくは哲学系で史学系はわかりやすい歴史です。日本史、東洋史、西洋史、民族学、考古学の四つがあります。まあ考古学は特にね興味のある人多いと思うんですけれども、でこれはどの歴史をやりたいかで考えてください。文学系これがいわゆる日本文学や英米文学というような一般的に皆さんがイメージしやすい文学部の文学の学科です。でここには国文 つまり日本文学ですね中国文英米文ドイツ文フランス文の5個なので日本中国イギリスやアメリカドイツフランスの文学作品を研究する文学系まあ文学部の大きな柱の一つですね図書館情報学系は図書館情報学専攻1個だけです。でこれは皆さんイメージしやすい図書館師匠 図書館学学というほか、まあ、には筑波大学でできますけれどもあんまり他大学にない珍しい分野であとは情報本だけではなくてみなあ皆さんのスマホを持ってらっしゃるようにコンテンツを情報として考えて勉強する文学部の中でもまあコンピューターや情報を扱うちょっと面白い学系です。で最後の人間関係学系は他の大学でいうところの社会学心理学 教育学、そして人間科学の四専攻です。で、社会学、心理学は、まあ、わかりやすい。教育学は気をつけてください。ここ、教員養成ではありません。東大と同じで、学問としての教育学をやる専攻なんですね。なので、ほとんど学校の先生にならない。学問として教育学をやる。上智もそうですね。最後の人間科学系、ちょっとここユニークでして、ここは。社会学と。 心理学と人類学が合体してるんですね社会心理学の先生たくさんいらっしゃって社会学と心理学というのは同じ学部学科にあることも多くてはっきり言って似た領域なんですよで、これを社会心理学や人類学の括りの中でいろいろやろうという人間関係学系の中の何でもありの専攻みたいになっているのが人間科学専攻ですで、ここ非常に面白いです 大きくは社会学か心理学に興味がある人は人間科学系も選択肢の一つになっていくと思います今の段階で必ずここを選ぶということになる人は少ないと思いますでもそこは安心してください慶応義塾大学の文学部に入ってから全領域をなんとなくは入門的に勉強しますからその中でこれだっていう専攻を選ぶ入学してから選べるというのは大きな魅力だと思いますこのように 慶応義塾の文学部はとても広い領域の学問を扱ってるんですね他の大学だと社会学部とか心理学部みたいに分かれているところも慶応は規模が小さい代わりに全領域があるというのが大きな特徴ですなのでなんとなく慶応義塾の文学部に入りたいっていうだけではあまりに学問が広いので、まあ、大きくは自分は歴史がやりたいのかな哲学がやりたいのかな文学なのかな 心理学なのかなっていうことはなんとなく考えておいた方がいいと思いますぜひ頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまた LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申呈します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください